食べよう。こんな感じでいった。声でけえじゃんお前。普段さ外でさ平気で下ネタ言いやがって、しかもでけえ声でさ、お前本当にさ恥ずかしいんだよ。あんたはね、うん、俺恥ずかしく生きてないから大丈夫。恥ずかしく生きてないってどういうこと？あのおかしいことしてないというか、うん、でそんな恥ずかしく生きてないまあいいや、食べよう。え、待って、もうまたかよ。一番最初に袖行くの、うん、いいよ。おいしい。イケアに来ました。チョコレート、なんかチョコクランチみたいな。あとでちょっとちょうだい。ね、今じゃない、今じゃない。ポテトも。うまいな。カレー食べたい。うん。大盛り。すごくない？うんうんうん。おいしい。おいしい？うん。イケアのカレー美味しいよね、うん、俺これ好きなんだよね、サーモン。恥ずかしいですよね。何が？え？お動画撮ってんの？そうして、恥ずかしいですね。誰も見てねえよ、まあ、みんな人のことはもう興味ないんだから。お前右手使えねえかも。もうやだ。あ、食べてみて、このフィッシュフライめっちゃうまい。本当にフィッシュ？うん、本当にフィッシュ。本当。なんかイケアってさ、ああ、プラントベースみたいな。あ、そう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 、あの使わないやつもあるじゃん。うん。動物性を。うん。いやでも本当にフィッシュだと思うよ。あ、これはフィッシュ。うん、おいしい。うん、カレーうまっ。あんしょうかいらんね。やって。あん、やめてよ。じゃあ、はい。ラブラブじゃん。美味しいな。うん、うまい。シーザーサラダうまいよね。うん、いいシーザーサラダ。ロメインレタスね。うん、美味しいな。うん、うまっ。うん、なんかハロウィンっぽいさ、うん、ケーキがたくさんあったじゃん。え、どこに？これと一緒に並んでたね。あ、そう。うん、あー、あったね。あれハロウィン仕様なんだ、あれ。うんうん、食べればよかったの。ああ、いらない。いやー、いらないかな、甘いもの。そうなんだよね、わかる。うん、でもたまにミスドとかさ食べるとめっちゃうまいよね。ミスド美味しいね。しかもさ、カフェオレとさ、うん、ホットコーヒーがさ飲み放題のめちゃくちゃよくない？うん、すごいゆっくりで食う。そうなのよ、だから行くのよ、ミスド。うん、結構いい。何もねえよ。あ、いいよ、これコーヒー飲みたい。わかる、ホットしかないね。いや、アイスもあると思う、多分。あ、取ってきてくれんの？え、じゃんけんする、じゃんけん。あ、どっちじゃんけん？え、ないない。勝った方がいくか、負けた方がいくか。もうどっちもやだ。だからもう、素直に負けた方がいいから。うん、最初はあかん。なんかせこいし、ダサいし、もうそれ次やったら行けよ、マジで。ムカつくから最初やって。はい、はい、コーヒーコップ、これで。うん、ありがとう。あんなよくわかんないずるい手使うから悪いんだよね。すぐバチ当たったんだ、あいつ。ありがとうね、ありがとう。みんなカレー食べてる。
あ、そう、うん、まあ、カレーメインなとこある。カレー率めっちゃ高いし、すごい。ここって氷ってないんだね。え、氷結器なかった？製氷機？何氷結器って？そんなにお酒飲みたいの？製氷機なかった？なんか見当たらなかった。え、あ、本当？よく探したらあんのかな？いつも飲んでるコーヒーの濃さじゃない。あれ、水出しなんだ。あー。だってなんかもう、なんかミルクティーの色じゃん。あ、うん。コーヒー。あ、でも、あ、全然コーヒーだ。うん、美味しい。うん、美味しいよ。うん、何杯でも飲めるコーヒー。確かに、確かに、確かに。タスカーだよね。タスカーは何か、タスカーノって。あ、そう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 。大盛りのさ、食べれるやつ。うん、タスカーノ、そうそう。あ、タスカーが大盛りだったっけ？多分。行きたい。え、無理よ。なんで？お腹いっぱい。あんたはね。うん。2皿分頼むから俺2皿食べるよ。本当に言ってんの？せっかく来たから。あ、でも何言ってたか、どうしようかな。でもあれでしょ、結局ここでさ、うん、またホットドッグとかさ、食べるよ。アイスとかも食べるんだ。食べるよ、食べる食べる食べる。それでパスタの大盛りも食べるんだ、2皿。すごっ。もう大食いじゃん。そろそろ出る？そろそろ予選とか行ってみる？テレビ選手権のさ、そろそろかな。もう速攻食べれなくなってる映画メニューかと。だって日じゃないもんね。うん、日じゃない。食べる量がさ、もう考えられないぐらいな量すぎてさ、うん、ちょっとくらいのよく食べるね。じゃあもう、うん、そうね、そうね、そうね、さ、ダメよ。確かに舐めてるね。うん、寿司百貫とかの世界よね。そうそうそう。いや無理だわ。でも今あの人たちさ、百貫じゃなくてさ、百皿じゃん。百皿。そうだね。200貫か。200貫近くよ。そうだね。やば。うん。だって10皿くらいでお腹いっぱいになるもん。食べたとしても。なる。だからもうすぐ福岡旅行だから楽しみ。あ、これ食べてくれない？それそれ。俺は全部食べちゃうよ、あんたが食べる前に。全然 OK。 え、いいの？全然 OK。 どうしても食べたい。あ、おいしい。あ、うまい。はいはい。これ今食べないと後悔するわ。うまうま。でも今じゃないんだよな。いや、これ本当に美味しい。持って帰りたい。うまい。え、売ってんじゃん。売ってるね。でもまあ、うん、2個でいいや。あの、IKEA のロブスターはもうなくなったの。あ、ザリガニでしょ。だから、あ、違う、あれ時期時期ある時もある。あ、夏じゃない、確か。もう終わったのよ。え、今年発売されたかな。いや、あったと思うよ。あれ食いたいね。あれ美味しいよね。あれ美味しい、大好き。いただきます。あ、うまっ。うん、美味しい。うん、美味しい。食べて。うん、美味しい。これで50円だから安いよね。ね、うん、もう2個ぐらい食べれる。買ってこうか。あ、どうしようかな。いや、イケアいいわ。うん、これ食べたことあるんだっけ、ベジドッカン。た多分あると思う。いる？もうお腹いっぱいよ。いや、食えるだろ、これぐらい。朝食分なよ。もう食べれない。食べれるよ。歯にしみる。おいしい。四角かぶんだから。うまっ。食べないの？食べる。食べんのかな。うん。
うん、うまっ、うん、いや、美味しいわ。そのベジドッグっていうのは結局何？ソーセージの香り、なんなのあれ、野菜が入ってるんだ。大豆ミートじゃん。あー、大豆ミートだ。うん、この中にいろんな野菜が入れてあるじゃん。まあ悪くはないね。うん、悪くないけど、まあね、その何がわかるよ。うん、すごくわかる。うん、やっぱり野菜なんだよね。野菜というか、確かに、うん、肉じゃないんだよね。そうね、うん、あのラーメン屋とか行ってさ、うん、麺なしとかあるじゃん。ああ、あるある。じゃあ麺なしのためにラーメン屋行く？いやでもなんかほらダイエットめちゃくちゃしてたりとかさ、うん、なんか制限してる人たちはそれでも食べたくなる時ってあんのよ。麺なしを行く？うん、麺なし。麺なしを食べるぐらいだったら行かなくない？ラーメン屋うちらはね、うん、うちらはそうよ。他だって周り全員ラーメン食ってんだよ。うん、だってラーメン食べに行ってんの、スープ飲みに行ってるわけじゃない。ラーメン食べたいけど麺食べれないからスープだけで注文できる？ラーメン屋さんちょっと。でもメニューにあれば注文できるでしょ。一定数いるのよ、やっぱそういうの食べたい人。麺なしでって。麺なしで強っ。もしくはほらこんにゃく麺とか。あー、こんにゃく麺はもうこんにゃくだからなあ、美味しいけどね。そうなんだよね。なんか韓国冷麺とかさ、あれはさ、うん、違うよ、小麦混じってるよ。え、混じってるの？え、混じってないかな。だから多分普通のこんにゃく麺じゃあの感じ出せないよね。だから多少の粉は入ってるのよ。だからなんか黒っぽいやつ。うん、ヘルシーではないですよね。あ、そうなんだ、うん、本当に。それそう思うと、え、絶対やってる。それ本当、本当、本当、本当。嘘でしょ？嘘じゃないよ、本当だよ、マジで。もう粉混じらしたらもうダメですよ。あ、そうなの。もうそれでダイエットはなしなしなし、やめて。もうこんにゃくを食べてください。こんにゃくも好きよ、美味しいよ、うん、だって俺おでんで一番こんにゃくが好きよ。あ、何が好きの？おでんの。え、大根。あ、よ、大根役者最低あげる、はい、いいじゃん、ほら今優しい人っていう風に映ったよ。どうだったじゃん。あ、あれだよ、シルクもう、ここに入ってる